続いてはオノスタのコーナーです。今回のオノスタではご存知の方も多いとは思いますが、 JAF のサービスの内容などについて学んでいきたいと思います。お話しいただくのは JAF 群馬支部推進課浜西さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずは JAF のサービスの内容について教えていただけますか。はい、JAF は自動車ユーザーの安全と安心の支えとなるサービスを通して、ドライバーを取り巻く環境の向上をサポートすることを目的として活動しております。そのサービスの一例として、24時間365日日本全国どこへでも駆けつける質の高いロードサービスをはじめ、全国約4万7000カ所の簡易体制など充実した特典を提供しております。日本中どこにいても利用できるんですね。はい、はい、そうですね。JAF に入っているとどんなメリットがありますか。はい、JAF にご入会いただくことでたくさんのメリットがございます。例えばパンクやバッテリー上がり、ヒート仕込み、燃料切れなどのロードサービスが基本無料で受けることができます。ただし作業内容によっては有料となってしまう場合もございます。またロードサービスの他には、全国各地の簡易入隊施設で割引や簡易入隊をご利用いただくこともできます。また JAF が交通安全エコドライブの普及啓発のために行っておる講習会にも会員価格でお得にご参加いただけます。 JAF のサービス内容と自動車保険との違いはどんなところでしょうか。はい、まず最大の違いとしましては、自動車保険は車にかかりますが、 JAF は人にかかるというところがございます。そのため JAF にご入会いただいておれば、ご自身の車はもちろん、友人の車や会社の車、レンタカーでも JAF のロードサービスをご利用いただけます。また同乗しているだけでロードサービスの対象となります。その他の違いとしましては、ロードサービスの対象範囲が挙げられます。 JAF のロードサービスは対象範囲が広いことも特徴となっております。自動車保険ではカバーしきれないことの多いパンク応急修理やスタックからの引き上げ、タイヤチェーンの着脱にも対応しております。また JAF と自動車保険の双方にご加入いただくことで、さらに充実したサービスを受けることもできます。JAF と提携する自動車保険にご加入であれば、 JAF 会員の無料サービスの範囲拡大などプラスアルファの優遇サービスが適用されます。お客様に最大のサービスをご享受いただくためにも、 JAF と自動車保険の双方にご加入いただくことをお勧めしております。そうなんですね。またそのサービスをお得に利用できるアプリもあるようですね。そうですね、 JAF スマートフォンアプリというものがございまして、 JAF の会員証をスマートフォンに登録するような無料公式アプリとなっております。こちらのスマートフォンアプリをご利用いただくことで、 JAF の会員証がお手元になくてもロードサービスや優待施設をスムーズにご利用いただけます。また JAF スマートフォンアプリの独自のメリットとして、位置情報をご利用いただくことで、現在地がわからない場合でも簡単に JAF を呼ぶことができます。また優待施設の検索を行っていただくことで、普段の買い物からお出かけ先まで、お得に優待施設をご利用いただけます。またアプリクーポンのご提示でさらにお得にご利用いただくこともできます。いろいろとお得な特典がたくさんついているんですね。そうですね、はい、ではその他 PR などありましたらご紹介ください。はい、JAF へのご入会は口座クレジットカードの登録をいただくと5500円でできます。翌年からの年会費は4000円で、月換算するとわずか333円となります。コーヒー1杯程度のお値段で、万が一の車のトラブルに備えていただくことや、優待施設でお得にお使いいただくためのツールとしてご利用いただけます。ぜひ JAF にご入会いただき、皆様のカーライフをより豊かなものにしていただければと思います。ありがとうございます。今日はここまで JAF 群馬支部推進課浜西さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。